桐光さんのお部屋、和室の6になりますが、いつもなんかこう自由に展示していただいている印象があるんですが、今回もですね、この扉を全部取って、中に作品を入れていただいたり、手前には巻物のような作品を置いていただいたりしておりますが、今回の見どころなどありましたらお願いいたします。まあ、なんかあんまり概念とか、あんまり言葉で説明できる方じゃなくて、で、最近は、まあ、ノートとか、まあ、文字、文章みたいなのを書いてるんで、はい。まあ、そういったことで、作品の、土台みたいなものを言葉で表現してます。普段はどんな感じのこう作品を作られることは多いですか？結構いろんな流木に作品を書いてみたりされてるのをよく見るなと思ってるんですけども、なんか好きな、こういうものに書くのが好きだみたいなのあったりするんですか？木とか、石とかが好きですね、段ボールとか。ああ、段ボール。結構、まあ、ずっと描きたいから、なんていうんですかね、まあ、あるものに、まあ、目に見えるもの全部に描きたくなるみたいな、そうなんですね。そういった、まあ、描けるやろうなとか思って。それはいつぐらいからしてアートをこう、もうずっと書いていたいなっていう気持ちになったっていうのは小さい頃からですか？小さい頃から、まあ、5歳、6歳ぐらいから、まあ、地域のアトリエみたいなところをお母さんに連れてってもらって、まあ、そこからいろいろ作るようになりましたね。そうなんですね。なんかもうずっと本当に時間があったら書かれているイメージがあるんですけども、今後はどういった感じな作品になりそうですか？なんか目標だったり。子供と、まあそういうイベントで、はい。まあ帰ってたら子供たちが、なんかお兄ちゃん何してるの？みたいなことで、まあコミュニケーション始まって、はい。で、僕も私も書きたいみたいなことで、なんか一緒に書く場面が多くて、子供と何か作るっていうのが楽しいですね。そうなんです。今回もワークショップで自由に書いてもらうワークショップ開催していただきますけども、もう本当に、テーマ決めずに、子供から大人まで自由に絵を描いていただくワークショップみたいな感じ思っておいて大丈夫ですか？はい、そうです。はい、ありがとうございます。子供に書かせたいとか、まあ、子供は親がいるので、でも、なんていうんですかね。まあ、それは、まあ、親とかの気持ちであって、まあ、誰か書いてる人とかいたら、まあ、子供じゃなくても大人でも、誰でも書きたくなったり、作りたくなったり、する気持ちを、まあ、一緒に感じたいですね。一緒に感じるっていう感じですか。ありがとうございます。本当に今回も作品たくさん持ってきていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。前回もですけども、林家に飾っている肖像画も、一緒にいつも展示いただいてます。なんか、見守っててくれる感じで、いつも出会えますね。桐光さんの作品はもう本当に部屋入っていただいて、隅から隅まで、ちゃんと真ん中に椅子置いてくれてるんですよね。ゆっくり座って鑑賞する。ありがとうございます。という感じでいいでしょうか。はい。ありがとうございます。桃代さん、どうですか？ はい、よろごしめんくなおさい。願いします。はい。
なんかさっきちょっと文章をすごい読んでたら面白くなってしまって、途中で実は笑ってました。ずっとその巻物の作品はずっと文字、文章を書かれているですかね。はい、この痩せ我慢が得意に見られても何億光年もそうだから宿命だってなんかちょっとそこで壺に入ってしまう。でもその文章の作品も最初から最後までゆっくり見ていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。最後にすいません、メッセージ、今回来ていただく皆様にメッセージありましたらお願いできますか。まあ僕が好きなのは自然と、まあ、この畑っていう場所が好きで、で、まあ、そういったものを例えば田んぼの中に入ってみたりとか、山の中に入ってみたり、海で、海の中を潜ってお魚見たりとか、まあそういったことが、まあ本当に美しいっていうのを、まああるあるみたいな感じで作品を通して感じてほしいですね。ああ、ありがとうございます。